これが以前にワルギリアが話してくれたことなんだな。ええ、そうですよ。ここでは真実など脆い。両者が主張する限り異なる真実が同時に存在できる。ではラムダ・デルタ教のご命令に従い、最初の第一の晩の事件から話を始めます。ご存知の通り、10月4日初日の24時、親族会議の小休止の後、ナツヒさんは先に休むと一人退席しました。よってその時刻から翌朝まで完全にアリバイは消失します。はて、そうかな。夏日以外にもアリバイの怪しい人物などいくらでもいるはず。それら全員の疑いを晴らさぬ限り、夏日を犯人呼ばわりさせるわけにはゆかぬぞ。確かに夏日が怪しいとそこまで言い張るなら、エリカは夏日以外全員のアリバイを示してみせるべきだわね、ベル。ええ、無論よ。エリカはそれを完全に説明しきるわ。当然です、我が主。では順にご説明していきたいと思います。源氏殺しは一度忘れ、ゲストハウスの事件のみに絞って進めます。となれば、ゲストハウスにいた使用人を疑いたいですよね。あの晩は合田さんと熊沢さんがゲストハウスにおられました。そうですね、お二方。はい、そうです。私はあの晩一人でゲストハウスの使用人室におりました。私はこの老体ですからね、夜は答えますから、ゲストハウスの控え室に戻ってお先にすぐ休ませてもらいましたとも。では合田と熊沢もアリバイを失うではありませんか。一人で控え室で休んでいたと自称する熊沢、一人で使用人室にいたと自称する合田、そのどちらにもいとこ部屋へ行き殺人を行う余地があるはずです。めっそうもない。どうしてそんなことを私たちが。そうですとも、そうですとも、人殺しなんてそんなとんでもないことです。夏日が全て語っておるわ。控え室で一人眠った熊沢も、使用人室に一人こもった合田も、寝室の夏日と何も変わらぬ。どちらもアリバイを失うではないか。ご安心よ、この二人は殺人犯ではないと私が保証します。まず熊沢さんは晩餐後、私たちと一緒に屋敷を出てゲストハウスへ行き、そのまま控え室に入り朝まで眠っていました。合田さんも同じです。事務作業を終え、その後に私たちとラウンジで談笑して、それを終えてから休みました。両名とも殺人を行う余地はありません。いよいよ来たな。それではわらわも腰を上げるとしよう。もはやそなたの出番は終わりだ、エリカ。そなたの頼れる用心棒を呼び出すがいい。復
証要求。合田と熊沢のアリバイについて完全な証拠がある。副証拒否。なんで敵にヒントを？答えるわけもない。お聞きから無駄、デルタ卿。証拠はないそうだぞ。証拠もなく合田と熊沢のアリバイを主張しても良いものなのか。道理だわ。どうなのよ、ベルン、エリカ。どうして合田と熊沢のアリバイを主張できるわけ？引っ込め、エリカ。わらわの相手はそこのドラノールよ。貴様ごとき人間に魔女の相手は務まらぬわ。いいえ、ドラノールの出番は必要ありません。あなたの言う人間ごときが魔女を打ち破るからこそ魔女幻想が否定されるのです。ならばどうぞ、赤で青でお好きなように受けて立ちますよ。合田にも熊沢にもそれぞれアリバイがない。二人はゲストハウスにおり、いつでもいとこ部屋へいたり犯行を行うことができた。それが否定できぬ限り夏日を犯人呼ばわりすることなどできぬぞ。人間であるエリカに使える赤はない。ドラノールを呼ばずにどう切り返してみせると？エリカに使えずとも、その主のベルンカステル卿は使えます。油断はできませんぞ。青き真実、有効だわ。どうするの、ベルン。あんたかドラノールが相手を変わる？まだ私の出番ではありません。そしてベルンカステル卿の出番でもありません。ええ、そうよ。この程度じゃ私たちの出番にはならないよ。フルドエリカというただの人間風情がベアトを打ち破ってこそ意味があるのよ。人間に打ち破られてこそわかるわ。黄金のベアトリーチェなどとのたまう偽りの魔女が人間以下の幻に過ぎなかったとね。それが本当にできるなら最高に面白いんだけどね。いいわ、エリカ、受けて立ちなさい。まず熊沢さんですが、とてもシンプルな話です。熊沢さん、ご起立を。あ、はい。熊沢さんは昨夜就寝されてから朝事件を知らされるまで一度でも控室を出ましたか？いいえ、朝までぐっすりでしたとも。私実は昨夜の晩餐の後にエヴァさんと談笑していて、面白い話を聞かせてもらっていたんです。それを試させてもらいました。それとは何か、まさか。そうです、金蔵を書斎に追い詰め封じたもの、扉に物を挟むことで封印できることを私は知ったのです。なんだと、あいつまさかそれを熊沢さんの控室に。エリカはゲストハウスにいたのですから、それができたとしても何も問題はありません。何しろ莫大な黄金が発見されて、どんな事件が起こってもおかしくない不気味な夜でした。探偵あるところ事件あり。私は何かの事件が起こることを予見して、あらかじめアリバイを失いそうな人物にこれで封印をさせていただいたのです。私はこれを一緒にゲストハウスに戻った熊沢さんが休むと言って控室に入ったのを見届け、これを使って扉を封印したのです。そして朝事件が発覚し大騒ぎになった時、私は真っ先に熊沢さんの控室を確認し、そして封印が健在であることを確認しました。以上により、私は熊沢さんのアリバイを証明できます。
グッド、素晴らしいアリバイだわ。一部の隙もない熊沢はエリカと共にゲストハウスに戻り、そのまま控え室に入って休み、朝まで部屋を出ることはなかった。つまり熊沢はゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。ならば合田についてはどうか。合田さんもゲストハウス到着後はすぐに使用人室にこもられました。そして同様にこれで封印させていただきました。そしてローザさんが午前1時にお戻りになった時は、たまたま廊下に出た私が気づき、使用人室の合田さんにそれを伝えたのです。その時封印は健在でしたので、ゲストハウスに到着してから午前1時まで合田さんは使用人室を出ていません。そしてその後はラウンジで午前3時まで私と一緒にいました。そして午前3時以降は私は2階にいましたので、合田さんが2階に上がってこないことを保証できます。エリカの封印が合田が午前1時まで使用人室にこもっていたことを証明するよ。そして午前3時までのアリバイを一緒にラウンジで過ごしたエリカが証明するよ。そしてそれ以降の朝までに2階へ一切立ち入ってないこともエリカが証明するよ。つまりゴーダはゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。有効だわ。お見事よエリカ、あんたのその扉の封印によるアリバイがベルンに認められて赤き真実に昇華されたわ。ありがとうございます。我が主、我こそは探偵、人間でありながら赤き真実を行使することのできる人間を超えし者。人間を超えただ、この思い上がり目、くちばしるには千年早いわ。おかしな追求があると面倒なので先にはっきりさせます。というかむしろこれは最初にするべきでした。前後したことをお詫びします。24時の時点でのゲストハウスの状況です。黄金が発見され、緊急の親族会議になり、バトラさんと親族たちは屋敷へ。ゲストハウスには私といとこ3人、南條先生、合田さん、熊沢さんが残りました。合田さん、熊沢さんのアリバイについてはすでにご説明の通り、ジョージさん、ジェシカさん、マリアさんの3人はいとこ部屋でトランプで遊んでいました。実は私ほんの少しだけ混ぜていただきましたので、この時刻に生存していたのをはっきり確認しています。我が主、以上の復唱を要求します。ええ、応じるわ。ゲストハウスには24時の時点でジョージ、ジェシカ、マリアは生存していて、2階のいとこ部屋にいた。南條、合田、熊沢は1階にいた。あと、もうもったいぶることないから、これまでに出ている犠牲者の死亡も確定させとくわね。ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、源氏の5人はちゃんと死んでるわね。あのばっくりいった首で死んだふりなんてできるわけないでしょ。感謝します、我が主。
これをはっきりさせないと、私がアリバイを保証した以前の段階ですでに殺されていたとか、実は死んでなかったとか、いろいろ言われかねませんので。犠牲者の確認されてる最後の生存時刻、それを最初に言ってほしかったわね。これで24時以前の話は無視していいことになるわ。さらに言って、24時の時点で屋敷の2階廊下には夏日とクラウス、ゲンジがいたわ。残りは全員親族会議の食堂に。もちろんこの時点ではまだ殺人は起こっていない。ゲンジも健在よ。観測したことじゃないけれど、それが確定してないとゲームが進まないのね。いいわ、その赤き真実を認めるわ。赤き真実、ありがとうございます、我が主。己、厄介ですな、これほどまでに不利とは。これじゃまるでかつてのリーチェとバトラの戦いが逆になったみたいね。いや、その時よりもさらに状況は悪いかと。